と思う。今日はだいぶ前に買ったアボカドと、ラム肉を使って料理をしていきたいと思います。ちょっと傷んでますね。適当にざっくり切っちゃいます。こんな感じで。オリーブオイル、ニンニクで、ラム肉と、塩、鶏ガラスープの素、みりん、料理酒、はい、OK です。はい、ではですね、醤油、砂糖ちょっと、わさび、結構入れてあります。アボカドを入れていきます。で、混ぜる。これだけで美味しいですよね。ここにラム肉を入れていきます。で、混ぜる。はい、完成ですね。盛り付けましょう。卵も入れますか。じゃあ、ラム肉アボカド丼の出来上がりです。コンソメ、はい、スープの出来上がり。出来上がりです。今日は
じゃーん、銀座ライオンビアホール殺人の生、こちらいただいてきます。僕はあのビールをもらう機会が多くてありがたいですね。これもいただいたんですけれど、皆様、今日も一日お疲れ様です。乾杯。ああ、うまい。美味しい、これ。いただいていきましょう。いただきます。で、うん、やばいですね。いただきます。うん、わさびがそんなに効いてないな。あ、効いてる、わさび、うん、やっぱご飯ですね。うまいな。うん、アボカドうまいな。ラム肉とアボカドってのも合いますね。うん、思ってた以上に合います。うん、おいしい。ちょっと味濃いかなっていうぐらいで作ったんですけど、全然ご飯にのけたら問題ないですね。うん、これくらいがちょうどいいですね。スープ、見た目悪いですけど、スープ普通に美味しいです。うん、僕は北海道出身なんで、ラム肉がすごい馴染みがありましてね。でも、アボカドと混ぜたの初めてです。朝から何も食べてなかったんで幸せです。あ、実は財布をなくしたんですけれど見つかりました。その話はまた改めて動画にアップしたいと思います。安心です。いつか
好みがなくなるのは確かなことなんですけど、それまでに何ができるか、どうなってたら幸せかなと、ライブは続けていこうと思っております。今はうん会場を大きくしていきたいですね。300いっぱい入って2、300の会場でやってますけど、それを5、600、1000、万ってね、こうやっていければなと思っております。今日はラム肉とアボガドを使って丼を作ってみました。意外と合いました。美味しい。ぜひ皆さんも、ご飯じゃなくてもおつまみでも作ってみてはいかがでしょうか。うん、はい、ということでまた明日お会いしましょう。以上でした。さよなら。ありがとうございます。うまい。